激うまグルメオーディション、そのオーディションクライアントは世界を股にかける二大外食チェーン、ワタミ、そして TGI フライデーズが仕掛ける激うまグルメオーディション、そのオーダーは。それではオーディションオーダーをお願いします。はい、世界50カ国900店舗の TGI フライデーズで使うオリジナルソース、ステーキソースの開発をしていただきたいと思います。 TGI フライデーズが日本初オリジナルステーキソースを探し、ワタミとタッグ。それはワイルドマッシュルームバター、サンドライトマトペースト、ケイジングリーンソースに続く第4のステーキソースを求めて激うまオーディション、メシスター。どういったソースを探しているんですか？アジア初の全世界に向けてのソースを今探しています。よろしくお願いします。7世界、はい、一応喋ってもらうと、あの偽物というケースもありますから。それでは前代未聞のステーキソースオーディションに参りましょう。ルールは簡単、運命のグルメ花道より命のソースを持って挑戦者が登場。クライアントの目の前の鉄板ステージでステーキを調理。クライアントに与えられる実食ジャッジタイムはわずか30秒。キープボタンをプッシュされればファイナルジャッジ進出決定。果たして日本初第4のステーキソースは生まれるのか。それでは最初のソーシエが登場です。50歳フードコーディネーターとして料理教室にパン教室、雑誌テレビと幅広い分野で活躍。主婦歴25年にしてスパイスコーディネーターマスター。そしてそのソースのタイトルはスパイシーオニオンソースです。スパイシーオニオンソース。今回のソースはスパイスをどのぐらい使ってらっしゃるんですか？10種類になります。あ、そうですか。オリジナルスパイスを5種類、ブレンドしました。あ、そうですか。それがここに入ってます。マスタードもいいんですか？はい、なぜ？ちょっと酸味が効いて辛味が効くので、はい、めちゃめちゃ期待が膨らんできましたね。あ、そうですか、うん。さあ、そして、なるほど、スパイシーオニオンソースを。あらま、こういう感じになるんだ。すごいわ。チップです。そしてバターをのせます。これを一緒に少し溶かしながら召し上がってください。はい、はい、できました。はい、完成でございます。まずは、じゃあ先にちょっといただきます。いただきます。バターを一緒に、はい、お願いします。ちょっとね、ちょっといただきます。あっという声が困るな。おいしいです。素晴らしいです。ありがとうございます。なんか優しい味ですね。さあ、それでは実食ジャッジスタート。はい、いただきます。20秒前。キー、おめでとうございます。言える範囲で結構でございます。キープにした理由をお願いします。非常にそのスパイスを上手にね使われていて、うん、上品な味ですし。上品ですよね。うん、上品だと思います。はい、さあ、いかがでしたか？The presentation was beautiful. So you see that presentation, you want to eat it, and then you taste it, and just all those flavors explode in your mouth. スパイシーオニオンソース、ファイナルジャッジ進出。
爆を。白飯持ってテレビの前に集まれ。この後も激うまオリジナルステーキソース続々登場。うまい、本当にうまい。激うまグルメステーキソースオーディション飯下。続いての総司会が登場です。松井亜由子30歳、元気なお子さん産んでください。産婦人科で栄養士やってました。女性の舌を知り尽くしたフードスタイリスト。そしてそのソースのタイトルは、ナッツ&ベリーです。ナッツ&ベリー。ああいい音。さあ、ナッツ&ベリーが登場します。おお、そうなんだ。色綺麗ですね。さすがフードスタイリストって感じですよ ね。それ何色？こちらに、ワイルドブルーベリーを入れまして、これめちゃめちゃ原価高くないですか、このソース。そんなことないです。そんなことないですか。でもそれ気になりますよ。今みたいにバサバサ入れると気になりますもん。ワイルドブルーベリー使ってます？プライベートでは。 Is there any menus using wild blueberry? No, no, I've never seen that. ここに100個ありません。見たことありません。おっと、ダイナミックですね。はい、全部いっちゃいます。お、完成ですか？はい、かけさせていただいてよろしいでしょうか？お願いします。はい。おお、そうきたか。ああ、なるほど。ああ、ナッツ、ナッツで、ね、はい、ここに少し色味を。あ、さすが、フードスタイル。はい、なんか色合いいいですね。いい、まず見た目合格です。はい、うん、ありがとうございます。完成です。さあ、ナッツ&ベリー完成でございますけれども、まずは、お先にどうぞ。いただきます。香りがいいですよ、うん、すごく甘い香りがしますね。甘い香りが、うん、じゃあいただきます。はい、お願いします。美味しいです。これいいです。、はい、ありがとうございます。さあ、それでは実食ジャッジスタートです。はい、じゃあいただきます。よろしくお願いします。本当に香りがいいですね。20秒前。ナッツが効いてますよね。10秒前。いいんだけどね。5 4 3 2 1。残酷なコーナーですね。サイン出すんだもん、こうやって。理由を、理由を聞きますよ。理由を。マリーさん、どういう理由で、なぜ。It's a little too adventurous, I think, for Fridays. ちょっとフライデーズには冒険すぎます。なるほど。ちょっとこれ変わってますもんね、ソースとしては。わかりました。こういう結果でございますけれども、さあ続いてまいりましょう。それでは続いての総司会が登場します。柳田香里29歳、全日本エアロビック大会準優勝、一流アスリートとしての経験を生かしたフードコーディネーター。目指すは健康な食生活。そのソースのタイトルは、メルティッドスウィートオニオン。メルティッドスウィートオニオン、調理スタート。あ、そうなってるんですか。こちらはベースなんですけれども、ベースのオニオン、ベースというか、まあ、つなぎといいますか、中にも入っておりますというか。そこにかけたんだね。これからですからね。
いよいよこれからです。はい、失礼します。なにこれ、見ててくださいね、ここですよ。ほら、ハートです。中身何なんですかね。こちらは、こちらの淡い色のソースにはフルーティーな香りのオリーブオイルと、あと甘く爽やかな香りのバジルのジェノベーゼのソースと、あとはトマトケチャップを使用しまして、ソースではなくてこの3種類が層になっておりますので、味のバリエーションが楽しめるんです。いただきました。わかりました。はい、いいですね。それ、うん、じゃあまずは僕が、お酒に失礼します。ちょっといただきます。なるほど、酸素になってますね。酸素になってます。いただきます。うまい、本当にうまい。さあそれでは実食ジャッジスタート。いただきます。これこの辺混ぜた方がいいですね、しっかり。はい、とろける部分によって本当に味が変わるので、こちらをお楽しみいただきたいと思います。やるね。20秒前。10秒前。5 4 3 2 1。ごめん。家庭料理としては抜群に美味しいと思う。プロとしては申し訳ないけど。なるほど、わかりました。この後若き天才社長登場。驚きのステーキソースに渡辺社長行列グルメ、ステーキソースオーディション飯下。それでは続いての総司会が登場です。五十嵐豪、22歳、大学時代にフードコーディネータープロダクションカムカムを設立、数々のテレビ番組でも活躍する若き社長料理研究家だ。そしてそのソースのタイトルは、はい、女性が主役、4歳美的蜂蜜レモンソースです。4歳美的蜂蜜レモンソース。今からソース。おお、ああこういうよ。へえ。赤が唐辛子です。赤唐辛子。はい。次に白がタラです。タラ。タラ。はい。今それ何？今ソース何ですか？これはオリーブオイルスプレッドというものです。ああ。これ一杯毎日スプーン一杯食べて続けると肌がクンクンになると。へえ。の変わったソースですよね。うん。緑がローズマリー、ローズマリーね、ローズマリーね、うん、ラストはレモンです。レモン。このソースの味のポイントは何ですか。はい、このソースはですね、最後にこの甘い蜂蜜を入れることによって、うん、すごいこれが一つにまとまったんですよ。完成です。はい、はい、いきます。スプレッドつけながら食べてください。はい、なるほど、つけながらね、はい、わかりました。はい、でもタイ料理が好きなので、あ、そう、ちょっとこれもエスニックっぽい唐辛子とレモンが、うん、ほんまほんま。さあそれでは実食ジャッジスタート。はい、いただきます。うん、なんか独創的、本当に、はい、大失敗多いですけど。20秒前。10秒前。5 4 3 2 1。理由を。欲しくない。欲しくない、うん、一生懸命やってるのは分かる、はい、あのね、多分ね、まだ勉強が浅いから、こういろんな工夫して結局ね、たどり着いてないって感じなの。厳しいから。なるほど、残念でございましたけど、さあ次ラストでございます。現在キープしているのは一人でございますんで、二人になるんでしょうか。参りましょう。松下
隆47歳京料理をスタートにフレンチイタリアンスペイン料理と20年以上料理人として活躍。現在は思いっきりいいテレビを裏で支えるフードクリエイター。そしてそのソースのタイトルは、ドライフルーツの山椒ソースです。ドライフルーツの山椒ソース。フライデーズのソースっていうのは、はい、やっぱ必ずどっかでアメリカの匂いがするんですよ。そんなところはあれですか、表現できそうですか。ですね、やっぱりドライフルーツを使ったところが私にとっては、うん、まあインターナショナルな冒険ですね、なるんではないかと。ドライフルーツ使うというんですよ。これはあ、これは醤油ベースのソースです。はい、うまそう。おいしそう。あと仕上げに山椒バターを溶かし込みます。ソースに。あ、なるほど。最後に、はい、山椒バター。なるほどね、うまそうですね。なるほどね。はい、完成しました。はい、さあラストでございます。あ、なんかもうこれいい感じですね。焼けてる麺もなんかやっぱ山椒がね、山椒もかなりこう風味としてね、はい、いいですよね。いただきます。あ、どうぞ。100点です。ありがとうございます。さあそれでは実食ジャッジスタート。お願いします。甘みはね、日本初で醤油でしょ、甘みでしょ、はい、世界に通用する味ですよ。俺はいい。ドライフルーツソースファイナルジャッジ進出。二大外食チェーンの舌をうならせた2人のオリジナルステーキソース、果たしてチャンスをつかむのはどっちだ。激うまグルメステーキソースオーディション飯下、もう決めました。はい、最終的にはラリーの意見で分かりました、はい、決定しました。じゃあケイさん、何かことございましたら。これをきっかけにいろんなものをこうちょっと作ってみようかなっていうふうに思いました。そして松下さん、審判を待つだけです。はい、分かりました。それでは参りましょう、最終ジャッジです。よろしくお願いします。どうぞ。圭さん、よろしく。すごいことですよ。ありがとうございます。圭さんのスパイシーオニオンソースは番組放送終了後から4月30日までご覧のお店で食べられます。詳しくは番組ホームページで。